ちょっと私どうしても理解できないところがあったんだけど、分かんなかったところがあったんだけど、聞き直してもいい？あ、どうぞどうぞ。ほら、家の鍵を警察に渡したって言ってたじゃん。はい。あれって逮捕される前に渡したんだよね。ちょっとね、今ご本人が喋りたいっていうから電話で聞いたんですけど、もう内容が支離滅裂すぎて、もうダメだね。結局、まあ彼から別れの手紙が来るんですけど、その別れの手紙もまたひどい内容でね、まあこのチン殺しやがってこの野郎みたいな感じの手紙が来たってことで今お電話いただいたんですけど、でもそのやっぱどうしてもその最初の警察の入りが分からなかったんで、今もう一度確認取ったんだけど、やっぱそこしどろもどろ、そんなね、チン殺した者が彼とうまくいくわけないよね。